高取駅。高取駅は、兵庫県神戸市須磨区大池町五丁目にある、西日本旅客鉄道 JR 西日本山陽本線の駅である。駅番号は JRA66JR 神戸線の愛称区間に含まれている。当駅は、高取工場開業の翌月に開業したものであり、従業員の通勤の便宜を図るためのものだった。 高取という駅名は、高取工場にちなむ、高取工場という名前は、当地から仰ぎ見ることができる、高取山、高取山にちなんで付けられた。高取工場からは、線路下の通路を介して、駅プラットホーム等々の従業員専用口に通じていた。駅の西南側にある、高取町地区は、駅周辺の市街地下が進行してきた1924年。 大正13年に、それまでの大浅東スマの区域の一部に別の町名を割り当てた時に駅名にちなんで採用されたものある。駅設置当初には高取という地名は近辺には存在しなかった。かつては、有害者用貨物ホーム、現在の神戸貨物ターミナル駅とは別、スマ区役所付近で、跡地は商風住宅となっているが存在していた。その他、 駅西側から側線が分岐し、駅南の駅前広場をかすめるようにして、南下、国道2号線と平面交差し、臨海部の昭和シェル石油神戸事業所や、三菱石油神戸輸送所へ向かう専用線が存在し、石油の発送を行っていた。現在その跡地は駐車場や店舗用地に転用されている。また、駅前は道路に転用され、 カーブした道路が面影を残している。また、駅北側で創業していた JR 西日本高取工場は、阪神、淡路大震災により、工場自体が被害を受けたことや跡地を、市街地復興事業に用いるため、網星総合車両所に、その機能を移転し、2000年3月31日、限りで閉鎖され、100年間の歴史を閉じた。また、高取工場は、 和田三崎線の車両基地でもあり、工場閉鎖後も車両基地としての機能は残ったが、翌2001年7月1日の電化により、それも閉鎖された。駅所在地は開業時から町名登録までが神戸市の田村、1966年、昭和41年の町域変更前が、長田区、草西編前は、林田区、並松町の一部であった。 現在は、スマク大池町の一部となっている。電車線のみに島式ホーム一面二線の高架駅で、ある。改札口は、南側の一箇所のみで、北側に出る際は、高架下の連絡通路を経由する。アーバンネットワークエリアに属しており、愛好家利用可能駅、相互利用できるカードも、利用可能である。停車するのは普通電車、各駅停車のみ。直営駅、 神戸駅の非管理駅。かつて、駅前に、西日本旅客鉄道高取工場があり、多数の蒸気機関車や電気機関車などが在籍、留置していた。その名残からか、壁面の隅々には、機関車のプレートや、戦闘車中央のカットモデル、高取工場の全体図などが飾られている。また、駅前の地下通路にも、蒸気機関車の写真や車輪をイメージした壁面が、 飾られている。また、駅の横にコンテナがあるため、上り外側線は、駅や下り外側線よりも大きく離れたところにある。日中時間帯は1時間に8本が停車する。長時間帯は本数が多くなる。昔は、住吉駅当駅間を往復する各駅停車が設定されていた。また、1997年。 平成9年3月7日までは宮原総合運転所等駅間の特急スーパーライチョウの改装運用もあった。兵庫県統計所によると2017年平成29年度の1日平均乗車人員は8030人である。近年の1日平均乗車人員は以下の通りである。日本貨物鉄道 JR 貨物の神戸貨物ターミナル駅と同一。 駅扱いであり、場内、出発信号機を共要している。そのため、現業機関で用いられる時刻表や航路表などでは、高取、上田と表記されていい。駅構内の広大な留置線は、1931年、昭和6年の長駅東駅間が高架化された時に、貨車走車場、高取走車場として設置されたものである。兵庫駅を高架化するにあたって、 同駅の貨物の取扱設備は地上に残し、そこから当駅までを将軍転線によって連絡し、本線に合流させたのだが、同時に当駅を拡張して、高取工場との間に貨物操車場を設け、旅客設備はその南に移転させることとした。高架化事業は、地上基存線を移すための高架伏線の建設が第一期。 複々線とするための新たな高架複線の建設が第2期と分かれていたが第1期が完成し、高架運転が開始された時点ですでに兵庫駅当駅間は3線構造、一部4線構造になっていた。川崎重工業兵庫工場で製造された鉄道車両及び和田岬線の車両は、全室の兵庫駅当駅間を連絡する小運転線を経由して、 必ず東駅構内の留置線まで改装される。ホームからよく見えるところに止まるため、鉄道ファンが写真撮影に訪れる撮影スポットとなっている。和田岬線の車両は東駅奥母駅、阿保市総合車両所赤市所の経路で改装される。兵庫駅東駅間の小運転線は空き時間が多いため、2000年、平成12年2月1日以降、実際の車両、 主に103系を走らせて、在来線乗務員の異常事態応能力向上を図るなどの実車訓練用の異常時訓練船として活用されている。この訓練船のための神戸乗務員訓練センターは兵庫駅構内に設けられている。駅北側には広大な留置線と高取工場が存在していたため、南側のみに出られる構造となっていたが、 同工場跡地の再開発進捗に伴い、2005年、平成17年3月28日から、駅北側にも、駅前広場が、整備された。ただし、プラットフォームから直接機体出られるのではなく、一旦南側に出た後、新たに開設された歩行者専用南北自由通路を通り、北に出る構造となっている。駅南側には、ロータリーと、タクシー乗り場がある。 後期開発の北側にもロータリーができ、タクシー乗り場とシバス発着場が整備された。なお、北側のタクシー乗り場には一台もタクシーが止まっていないので、利用するには南側の乗り場を利用するか、タクシー会社に予約する必要がある。駅南側には高取駅前商店街がある。かつて、スマ海浜水族園の最寄り駅ともあって、水族園の町という名称が付けられ、 商店街の街頭には、イラコムストリート、イルカムストリート水園の街とスマ海浜水族園のイルカをあしらった看板があったが、2008年3月15日に水族園の最寄りが西隣のスマ海浜公園駅にとって変わられたため、2013年11月19日に街頭からこれらの看板がすべて撤去された。北川広場は再開発が進み、 徒歩一分のタワーマンションが完成した。また、桜が綺麗な妙法寺川公園を北へ進むと、10分程度で、板宿駅に着く。兵庫県の機関、神戸市の機関、教育機関、金融機関、郵便局、商業施設、宗教施設、特記事項があるもののみ。その他、芝須乗り場は、駅前広場、長田区より、北川広場、須磨区に、 ロータリーが整備され、すべてのバス発着場が変更された。スマコ妙両方寺川川口付近と淡路市、当時は、津波郡東浦町の大磯港の間を運行していた淡路フェリーボートが、スマコ当駅間のバスを営業運行し、駅南の駅前広場に乗り入れていた。しかし、明石海峡大橋が開通すると、フェリーボートも廃業に陥り、同時に、 バスも廃止された。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。